やっほーございます。朝の舞浜駅です。ただいま時刻が4時49分。京葉線の始発が確か5時前、潮見で5時3分なんですよその手前の東京が多分4時50分ぐらいですかね。で、まだ誰もいない舞浜駅、なかなか貴重な映像ということでカメラを回してみました。こちらイクスピアリ方面も、まあ、もちろん人はいませんと。今日は夏イベ初日、昨日スニークでしたけど今日は初日です。ピアリってどこでせき止められるんかいうと、ここ門が閉まるんですよね。初めて見ましたこの光景。なかなか早朝のピアリって見ることないんですけど、覗くとこんな感じ。この中に入れないっていうのが初めて知りました。もちろんチケットセンターも開いておらず、よいしょ、ドリームゲートですね、一番パークに近いホテルも、いや閉まってはない、ここは開いてるホテルやから。改札の方に来ますと、もちろんここのベッカーズも閉まっておりますし、人いないことはないんですよね。います、何人か。でもこんなにガランとしてることってまあないですよ。切符売り場も人がいなくて、改札、まあ言うてももうすぐ始発が来ますんでね、乗客の皆さんは結構いらっしゃるんですけども、舞浜駅、でも若干ちょっと騒がしくなってきたな僕がさっき到着した時は本当誰もいなかったんですけど、この数分で状況変わったようで、よいしょ、そろそろ開くかな、係の人が、よいしょ、係の人がいらっしゃったようで、行きますか。ゲートが開いて順番に進んでいます。ご案内開始の時にお声掛けいたしますので、はい、とりあえず
ポジりました。3人目かな。で、こっから開門待ちという感じになるんですが、6時ぐらいですかね、多分。で、そろそろ始発組が来るんじゃないですかね。今5時5分ぐらい、京葉線の始発、東京発のやつが多分何分かな、10分、違う20分ぐらいですかね。ですので、ここの誰もいない光景ももうすぐ終わるという感じです。じゃあまた後ほど。